都交の情報です。都心環状線内回りの竹橋を頭に向島線を過ぎて7号小松川線錦糸町の先2キロ付近まで6キロほど、1号上野線上りの江戸橋を頭に向島線を過ぎて7号小松川線錦糸町の先2キロ付近まで4キロほど、それぞれ渋滞しています。
400m 先、右方向、ジャンクションです。右方向、ジャンクションです。およそ400m 先、右方向、ジャンクションです。
向、ジャンクションです。およそ3キロ先、左方向、出口です。